皆さんこんばんは。インスタライブのお時間でございます。さあ今日もですね、木下バージョン、まあ、土曜日はジャガーさん、まあ、メインのインスタライブなんですけど、日曜日は、僕が前半スタートしまして、まあ、多分ですね、後半はジャガーさんが来ますので、まあ、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。埼玉新都心ジャガークリニック院長の木下博一です。そして今日はですね、最初からちょっと登場ですね。ちょっと雰囲気変わりましたね。はい。もしかして坊主にしたんですか？いや、全然そうないです。あ、違うんですね。全然髪あるんだ。あ、あるんだけど、はいはい。どうしたんですかこれは？まあ、昨日ですね、まあ、そのダディが、うん、はい、なんかね、すごいサイリって入ったということで、あ、ネットフリックスにね、はい、はいはい、今日映画見たんですよ。映画を、はい、はい、映画見ててですね、うん、エイトマイルっていう、エイトマイル、そうそう、エイト、知ってる？知りません。あ、知らないけどね、はい、まあ、海外の有名なラッパーのエミネムの2000人できた、うん、はい、映画なんですよ。それが、まあ、それでこのニット帽をかぶってると。そうそうそう。で、しかもですね、これさっき聞いたら、これ、まあ、ある有名な方にもらった、まあ、ニット帽らしいんですよ。まあ、合ってるか分かんないけどね、もらったの覚えてる、でもこれか分かんない。あ、それか分かんない。いや、まあ、多分そう。あ、そう。実はですね、これ、ボクシングの、元世界チャンピオンの方にもらった帽子なんですよ。女子の、ボクシング WBA 世界、あれフライ級チャンピオンだったかな、山口直子選手にですね、もらったものなんですね。山口直子さんはですね、まあ、さんというか選手は、まあ、ジャガーさんの非常にこう可愛がっていた後輩の一人で、世界戦なんかもね、ちょうど世界戦取った時も応援に行ったりですね、世界チャンピオンになってからも、まあ、激励会をね、霞社長が一緒にねしたり、いろんなことありましたね。そこでダリにぶった高いよと覚えありますけど、それは応援ででしょ。いや、あれひどい、あれちょっと言っていい？はい。別に俺ちゃんもそんな別に気づいてないから言うけど、はい、ちょうどそこ、あれ後楽園だったよね。後楽園ホールですね。後楽園で、当時、まあ、俺ちゃん結構小さかったんだけど、はい、その時に、まあ、ご飯が食べたくてダリのとこ行ったわけよ。はい。そしたら、うん、なんかダディがもう熱入りすぎて、で、ずっとダディがわがまま嫌いだから、ね、惜しい惜しい惜しいって言ったら、うっせぇバチンって瓶出される。まあね、その時にもう、おいちゃんが今の年齢やったら、仕返ししてたね。いやいや、多分ね、ちょっと記憶が違うと思いますよ。いや、そうだって。僕の記憶では、散々練習したんですよ、応援の。応援の練習みんなでしていて。あ、そうだったの？こう掛け声、コールとか、まあ、多分、JC もいたと思うけど。おいちゃん、参加できんやろ、そんな年齢。それで、みんなでやってたんですよ。で、やってたのに一人だけやらない人がいたんですよ。あんだけやるって言って練習もしてみんなで合わせてやってるのに応援しないから、それはお前違うだろうというので怒ったんだと思いますね。ということでね、でも、まあ、でも、まあ、正直、うん、まあまあ、ビンタすのはおかしいかなと。そしてですね、はい、今回同時進行で、まあ、ジャガーさんが来るまで、はい、ジャガーブレイクと引き、そのコラボするということですね。そうなんですか。いや、そう、新しい試みは正直みんな面白いか分からないけど、はい、負けたら、うの、ん、で負けた、うの今からやると思うんですけど、30分ぐらいね、はい、負けたら、このね、フレミハっていう、このドゥイロスのめちゃくちゃ辛いやつ、激辛のチーズを食べようかな。で、ダリーめちゃくちゃ激辛弱いです。ダメですよ、まず嫌です、これやるの。いや、でも、うん、これはみんなのためやから。いや、どこがみんなのためなの？いや、嫌だよ。いや、これでね、さらに、まあ、動画で面白くなるからね。嫌だよ、本当に。こういうの嫌いなんだから、本当に。まあ、ちなみにですけど、はい、ここの場面は、インスタライブでは使えません。ジャガーブレイクして使えます。YouTube に上がるのね。あー、そうですか。はい、なんで、いやいや、だからといって嫌だよ、こんなの。いやいやいや、やってみよう。さっきもね、久しぶりにワインも飲もうかなと思ってるんですよ。はい。じゃん。じゃあ、7杯。これですね。CS、まあ、カベルネ・スオビニオンの略ですかね。これもナパバレーっていうところのねワインなんですけど、結構安いです。これは全然高くないんですけど、なんかね、一説によるとオーパス1に勝ったワインと言われてるらしいんですよね。まあ本当かどうか分かりませんけど、これ軽いんだけど、飲んだことあるんですけど、軽いんだけど美味しいですね。これ全然ないやんて。そうそう、軽い、すごく軽い。いや、ちょっと塗っていい？いや、塗っちゃダメですけど、まあこれを書くだね。あー、そんな濃くないんだよ、うん、そうなんだよね。あんまり濃くないんだけど、味はね、ほんとカベルネの味がして美味しいみたいなんですよね。はい、やり方わかるでしょ。
ちょっと忘れて、ちょっと待って、ちょっと待ってね、飲んでからにして、ちょっといっぱい、はい、いや今日だって、まずあのお話しなきゃダメでしょ。ドタキャンのまずどういうことがあったかっていうところからお話したいと思います。じゃあ俺ちゃん気になるの、逆に。実はですね、あ、そういうことなんだ。まだ言ってません、まだ言ってません、まだ言ってません、10月2日土曜日、まあ、昨日ですね、埼玉新都心ジャガークリニックに新しいスタッフが、入るという予定だったんですね、うん、で、事務の方が1名とナースが1名入ってくれるということで、昨日の朝期待してですね、クリニックに到着しました。そしたらですね、まあ、8時半ぐらいだったかな、到着しました。もうすでにですね、ナース1名と事務の方1名いらっしゃったんですけども、僕が到着して白衣なんか着てた時にですね、事務の方が、今日来る予定の方が来ていません、まさかそんなことないんじゃないのって、まあもうちょっとしたら来るんじゃないですかなって言ってたんですね。で、まあ、時間が経っても来ない。あれあれ、さすがにちょっとおかしいんじゃないか。もう開始10分前ですよ、クリニックが開始する、だから8時50分ぐらいですから、さすがにおかしいんじゃないかなということで、もしかして道に迷ったとか、何か事故にあったとか、病気になったとか、そういうことがあるのかなと思ってですね、連絡先、携帯電話に電話してみたんですね。お二人とも出ない。いや、おかしいな、どうしてなんだろうなと思って、そしてまあ、メールでも、まあ、連絡したんですけど、まあ、連絡来ないということで、結局ですね、昨日そのお二人、新しく入る予定だったお二人はクリニック来なかったんです。実はですね、今までスタッフの採用っていうのをして、当日に来なかった人はゼロです。いなかったのですごくびっくりしたんですね、まあ、びっくりっていうか、どうなっちゃうんだろうと、こんなこと初めて、想定外、いやどうしようという感じで、まあ、かなり動揺したんですけど、まあ、結果ですね、やっぱり来なかったです。で、スタッフも困るじゃないですか、人がいなくって。でもすごく頑張ってですやってくれて、まあ、なんとか頑張ってやってくれてたんですけど、やっぱまあ困るわけですよ、人がいないから。当然半分でやらなきゃいけないじゃないですか。だから本当に困ってたんですけど、まあ、なんとか頑張ってやってですね、で夕方ぐらいになって、まあ、入職だったナースの方からメールでご連絡が来たんですけども、その辺にはですね、まあ、結論を言うと、他のクリニックに就職されたと。と思うじゃないですか。だってうち採用って出してですよ、何月何日から来てくださいと。で、制服のサイズも聞いていて、もう当然まあいつも通りの流れなんですよ。だからうちに当然来てくれると思うじゃないですか。ところが、まあ、その方によりますとですね、制服のサイズは言ったけども、当日出勤する時間が、来なかったから不採用だと思ったと。で、他のところに入ったと。まあ、そんな連絡だったんですけど、今までですね、まあ、もちろん面接の時にね、定時なんていう時間も説明してるんですよ。今まで採用した方で、そのなんていうんですか、出勤時間を言われなかったから来なかったという人はいなかったんですよね。もちろん定時が決まってるんだけど、定時より早く来てくださいっていうのは、これちょっとこう労働基準法上どうかと思うので、定時しかまあお伝えしてないんですよね。まあ、当然まあ普通ちょっと早く行くじゃないですか。だからちょっとな、ちょっとびっくりしましたね。でもっとびっくりしたのは事務の方ですよね。まあ、携帯電話もメールでもまあ連絡がないと。まあ、その方も、まあ、勤務表っていうのをね、渡してあって、それも確認したと。で、制服のサイズもお知らせいただいたというところで、まあ、当然出勤すると思うじゃないですか。いろんなもん用意してるんですよ、その制服、それからネームカードね、この出勤するのに、まあ、それ名前書いてるだけじゃないんですよ、こう出勤のなんか知らせをするようにちょっと特別な加工してるカードなんですけど、まあ、それも準備する、契約書も準備する、まあ、いろいろ準備してロッカーの、ま、名前貼ってね、お待ちしてたわけなんですけども、いや、どうしてかなと。なんていうんですかね、なんか今の例えば20代前半とかね、そういう方はなんか LINE とかで、あ、今日辞めますみたいな、そんな連絡が来るというのはまあ聞いて知ってたんですけど、まあ、うちのスタッフで、まあ、20代の方はほとんどいなくて、まあ、30代40代なんですよね。採用申し上げた方も事務の方は30代、ナースの方は40代の方だったんですよ。
ったんですか。いや、唾飛ぶな。ああ、すいませんね。それで、まあ、なんていうんですかね、もう社会経験もある。もちろん、医療機関初めてじゃない方ですよ。ですから、全くそんなことを考えずに待ってたんですけど、まあ、結局そういうことになってしまったんですね。で、いや、僕もあまりにもびっくりしてですね、もしかしたらその事務の方は何らかの理由があってうちに連絡できなかったのかも、まあ未だにね、かもしれませんけども、いい風に考えたいですけど、いやー、こういう時代なのかなと思ってね。僕のですよ、53年間の常識からするとちょっとありえないですよね。採用、はい、通知が来る、はい、それに返信する、でも当日行かない、連絡もしないなんてことはですね、ちょっとないんですよね、僕の経験上も、自分ももちろんしたことはありません。で、いろんな、まあ、このインスタの LINE でもね、皆さんにこう意見を聞いてみたんですけど、やっぱり多くの方はちょっとおかしいんじゃないかという方が多かったと思います。僕もそう思ってますけど、まあそれもね、受け止めなきゃいけない時代なんだろうと今は思ってます。まあ、今日はですね、気持ちを入れ替えて、昨日はめっちゃショックだったんですね。めっちゃショックで落ち込んでたんですけど、まあ、今日朝起きてね、ちょっと元気にまた気持ちを入れ替えてということで、埼玉新都心ジャガークリニックは、スタッフの方大募集中になりました。またよろしくお願いします。どんどん、まあ、応募していただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ジェイチュー君、以上でした。はい、J ですか。はい、はい、お願いします。やるか。やるか、はい、はい、UNO ですね。やり方覚えてるでしょ。まだ大体覚えてると思います。あの、じゃあこれ、はい、まあ、ジャガーさん来るまでやるか。はい、やりますか。どっちか死ぬまで、あの、はい、手札見せる。なんで。いや、あ、この辺。ああ、そうですね。じゃあ、いやいや、いいか。そしたらこっち見えちゃう。見えちゃうからね。じゃあガチでいいからね、グワッチで。あ、あと、じゃあ今回、あと今コメント読まないんで、はい、じゃあこれ今、あ、ちなみに1000人超えた。本当に、うん、ありがとうございます。そんな時にいいの、これやってて、みんな質問に答えなくていいの。いや、どうせ後で答えるから。あ、そう、わかりました。じゃあこのね、企画はですね、はい、この UNO をやって負けた方がこうなんか激辛のドリトスを食べるというまあ、JJ 君のアイデアなんですけど、まあ、弱いっちゃ弱い。まあ、これをなんかこのインスタライブ中にやって、ジャガーブレイクっていうね、 YouTube の方でもまあ出したいということなので、ちょっとまあ試みなのでお付き合いいただきたいと思います。はい、はい、まあ、どうせ読むからね、後で。はいはい、じゃあ、お願いします。いや、手札見せよう。はい、これ見ないから、パソコン。わかりました。はい、じゃあどっちから見せよう。じゃあ僕からいきます。はい、はい、まあこんな感じですね。どうでしょうかね。やり方はさすがに分かるよね。はい、終わりました。じゃあ俺ちゃんね。はいはい、はい、こうっすね。まあ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 、あの、混ざってんのってレベルの感じですね。はい、 OK です。いいか。はい、じゃあ一番最初のカード、はい、シャッホー。見せなきゃ分かんない。あ、いや、これはね、ちょっとダメですね。これはダメです。はい、これダメです。はい、はい、じゃあ次、シャッホー。あ、これもダメですね。あの、普通の数字のカードじゃないのよ。混ざってんのかな。シャッホー。はい、来ました。で、6の赤ですね。はい、じゃあどっちがいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ、ダディから。はい、じゃあいきます。いいよ。はい、ブルー6。まあまあ、ここはね、安定の。はい、スキップ2枚、ブーですね。で、俺ちゃんのターンですね。まあ、こうかな。ね、そんなのやってから800万下がってるから。あら、お母さん見てるんでしょうか。いや、あの、別に良くないですか。別にそんな人の中安定させるためにやってるわけじゃないから。はい、8。おお、はい、ワイルドカード。はい、ブルー、青出して。え、青チェンジするんですか。あ、色変わるだから、これは何でもいい。ああ、あと何枚。2枚。15。ああ、いや、見せなくていいの。ああ、忘れた。これですね。はい、ウーノー。1枚。はい、左に危険さらされてるよ。マジで。何何勝った。
勝ちです。あれ大丈夫だ。いやこれ最初から悪いよね数字しかないんだもん。それ勝てないよね。はい、ということで東野勝さんチップス1枚、あ、待って枚数分食べよう。やだよ。いや3枚3枚無理だよ。いやいやいや、チーズあるからその飲みも。やだよ1枚だろ。いやいや、手札分それはさせるルールで、はい、じゃあ、はい、じゃあ1枚1枚だます食べて、はい、やばいな、ほんと見た目普通のドリーなんでしょ。いやでも匂い結構強いよ。匂い嗅いだらもう食べれないよ。なんか目赤いけど大丈夫。いや目ちょっと嗅いだから。いやだなぁ、もう半分にして。はい、分かった。じゃあ1枚でいいよ、1枚。1枚でいいよ、それ3枚じゃなくていい。いやいや、これチーズの匂いだから、普通これチーズですから。いやだなぁ。いや、言うていける。そんなね、しつこい。ほんと？激辛っつってもね、まあ、一応ね、こう書いてあるんですけど。ほんと？だからこの商品は、大変辛いので辛いものが苦手な方や小さいお子様は十分にご注意。いや無理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 ダメだダメだ無理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 。いやいやいや、一旦行こうで行こう。そう無理やってほんまに。本当に苦手だから辛いもの。知ってる。それだからこそ1枚だけ。いやそしてこれねもうリタイアでいいよ。それなら本当？いいよいいよ別にやめてもいいよ。だってどっちかがギブアップっつったらもう終わりですから。いやもうギブアップね、当然ギブアップ。いや案外いけるかもね。だって飲んでもいいんだもん。だっていやだなぁ。なんか呼吸するだけでも辛い。これ呼吸でも辛いよこれ。そんなやばい。普通息するだけで辛いなんてあるよこれ。弱すぎやろそれ。さすがにそんな、さすがにそんな辛くないよ。ああ辛いもん弱すぎやろ。ああ、痛い痛い痛い。ダメだよこんなの。あもうテンション下がるよ。痛い。いやなんかも食道も痛い。なんかダメ、絶対食べたらダメ、これ危ない。ダディはきつかったと。ああ、つらい。はい、ということで、はい、今回1回で終了ということで、はい。ああ、痛い。チーズとか牛乳飲むといいですよって。牛乳ありません。チーズあるでしょ。牛乳つらいんですよ、僕牛乳。嫌いやん。牛乳飲むとお腹壊しちゃうのすぐ。いや、そんな。ああ、痛い。やめよう、ほんとこれは。はい、ということで本題に入りまして、うん、お茶普通にこれ食えるんだけど、まあ本題に入りまして、はい、どんどん、はい、質問、これから質問を大募集します。ここからどんどんみんな答え、ちょっとまだいいよ。